尖閣有事に備え、陸上自衛隊での輸送艦導入の発表が、岸防衛大臣からありました。今回輸送艦は、どんな役割を果たすのか、詳しく見ていきますね。尖閣問題は、もうそこまで来ています。岸防衛大臣も、よくやっていらっしゃると感じるのは私だけ？2021年2月16日、岸防衛省は、閣議後の記者会見において、新規に、中型1隻、小型3隻の合計4隻の輸送艦を調達する構想があると明かし、尖閣諸島をはじめとする防衛力強化の一環と捉えられている。すでに、これ以前にも、マスコミ報道で、こうした動きは報じられており、そこでは、2024年を目標に、約2000トンの積載量の中型輸送艦と、それより、小型の輸送艦の調達が進められると見られていた。そうした事前情報に照らしても、今回の岸防衛省の発言は陸上自衛隊の、兵站を確保し、南西諸島に展開する、それらの部隊への、円滑な必要物資の供給を基としたものだと考えられる。あえて、岸防衛省の発言では調達する予定であるこれらの輸送艦の所属する主体が補給を受ける陸上自衛隊となるのか、現在輸送艦を運用する海上自衛隊となるのかの明言は避けた模様だ。一部報道によれば、陸上自衛隊がそれらを管轄し、直接所属させる部隊を、新設するのではないかと見られているが、予算確保や運用ノウハウなどを、含みを持たせたものだろう。尖閣諸島をはじめ、数多くの離島を有する南西諸島には、佐世保に駐屯する。陸上自衛隊の水陸機動団などが有事の際に展開することが想定され、それらをつなぐ輸送手段の整備となる。今回の中型1隻、小型3隻合計4隻の輸送艦の構想は、そうした部隊が活動する上での武器、弾薬や燃料、食料などの物資を担うものといえ、仮に陸上自衛隊が保有するとなれば、初の試みだ。いささか、毛色が異なる問題かもしれないが、航空母艦化の改修を受ける。護衛艦、出雲、加賀は、その艦載機となる F-35 ライトニングに。B 型戦闘機は、航空自衛隊の所属となっている。こうした前例も含めて、所属は海上自衛隊、輸送する兵員や物資は陸上自衛隊との区分もありえなくはないが、機動的な運用を考慮した場合、同一組織の指揮下とする方が自然だろう。そういえば、陸上配備型の弾道ミサイル迎撃システム、イージス・アショアの配備中止を受け、専用イージス艦での代替策も決定したことで、現在海上自衛隊の負担は高まっていると考えられる。輸送艦といえば、海上自衛隊では、現在、積み型を3隻保有しているが、基準排水量8900トン、満載排水量14000トン、全長178メートル、全幅 25.8 メートルと、かなり大型な艦艇だ。これに比較すれば、今回訴状に挙げられている中型輸送艦は約2000トンと、はるかかに、サイズ的に小さな艦艇になるわけだが、1隻の積載量より、頻度と機動性を重要視したものに、
なると思われる。お、隅型輸送艦は、名称こそ海上自衛隊の中では輸送艦とされているが、艦隊後部に設けられたウェルドックには、大型の L 脚1級。エアクッション型揚陸揚州艇2隻を収容する。揚陸艦である。アメリカ海軍など他国においては、こうした上陸揚州艇と航空機の併用によるよう、陸機能を備えた艦艇は、通常強襲揚陸艦と呼ばれているが、そうした名称は、海上自衛隊では避けられている。ただ、これが、ひとえに自衛隊だから、そう呼ばれているということでも、なさそうだと、旧日本海軍からの呼称でも伺え、そこでは他国の、揚陸艦にあたるのが、やはり輸送艦と呼ばれていた事実もある。旧日本海軍では、一般的な輸送艦にあたる艦艇は、運送艦と呼称しており、その意味においては、現在の海上自衛隊の輸送艦という名称も、ここから継続されているものとの見方もできる。ちなみに、お隣の韓国では、航空母艦に準じる艦艇を中国を刺激しないように、大型輸送艦と称していた時期もあるが、今は海上自衛隊が航空母艦の保有を打ち出したゆえか、韓国自体もそれを容認している。そういえば、今月の頭にはアメリカ海軍の攻撃型原子力潜水艦であるオハイオが沖縄沖の海上でゴムボートのアメリカ海兵隊員を収容する訓練を行ったことも報じられていた。ここでは、沖縄に駐留するアメリカ海兵隊の偵察部隊が任務からの帰還を行う際の回収を実際に行ったとみられており、これも中国軍の尖閣諸島方面への進出を想定したものだろう。アメリカ海軍は、前述のように、大型の強襲揚陸艦を最新型のアメリカ級を、2隻、および、前級のワスプ級を、7隻の合計9隻保有しているが、それでも、今回のオハイオに見られる取り組みを行っている。ここから察するに、大型の強襲揚陸艦を接近させられるまでに、制海権や制空権の確保ができていない状態も想定していると思われ、日本の輸送艦調達とも符合する側面が感じられる。ただ、現実問題としては、仮に中国軍が尖閣諸島に上陸、これを実力で占拠した場合、実際に奪還するための軍事作戦に水陸機動団を送り込むというのは最悪の状況だと言えるだろう。そのため、最悪の状況を想定するのは仕方ないにしても、現実的には中国軍の尖閣諸島への接近阻止が最も優先されるべき方策であり、そのための地対艦ミサイル等の配備が重要だと思える。